人生は祭りだわっしょーい。こんにちは、しまこでーす。ちょっと少し久しぶりの、YouTube 投稿になりました。皆さんお元気ですか？今日から、6月に入りましたね。なんかここ最近はこう自分の中で制作とか思いをこうずっと書き綴っていたりとか、そういった風にね、自分の中を内観するようなこととか、曲制作とか、あとはね、カフェライブ、6月23日のカフェライブに向けてのその自分の世界観とか、そういったものをね、イメージしたりとか、そういう風にね、過ごしてきております。で、まあ、6月ライブやりますけれども、もうそれ以降はもう、当分予定入れないつもりで、今いるのでね、そういった意味でも大切に、ちょっと集大成的な形でね、また一つ一つ大切にやっぱりやっていきたいなって、毎回いつも、そう、これが最後っていう気持ちはすごく大事。この本とかね、もう最近よく読んでいるんですけれども、いつもこのご飯、一杯が、あ、これが最後のご飯っていう風に、もし神様から言われたなら、あなたはどのような気持ちでそのご飯をいただきますかって、それぐらいに一口一口ご飯を味わって、大切にね、味わって、感謝して、ありがたいなって、一口一口噛みしめてね、大事にご飯食べれてますかっていう、そういうね、本とか読んだりして、そうだな、いつもこれが最後かもしれないっていう気持ちで、大事に大事にやらせていただこうっていう、感謝だなっていう気持ちってやっぱり大事だなっていう風にね、考えたりする今日この頃ですね。そう、大切な仲間だから、優しい気持ちで寄り添っていきたい。ね、今日ね、なんか淡々と、過ごす、小林正寛さんのその言葉で、講演家の方で、なんてご説明したらいいのかな、進学研究家と書かれてますね、ウィキペディアの方では。正寛さんのその言葉では、こう私たちの淡々と過ぎていく、何も起こらない毎日が究極の本当の幸せの本質、なんだっていうお話をされていて、本当にそれって日々気づかない、その淡々と何も起こらない、こう特別でもない、名前もないような、そんな日々が幸せだなっていうふうに気づけるのって、何か起きた時なんですよね。例えばトラブルがあったり、病気になったりとか、なんか事故が起きてしまったりとか、そういった時に、何もないって幸せだったんだなっていう、何かを失った時にこう気づけたりするんだけど、あれは幸せだったんだなって気づけたりするんだけども、その淡々としている日々を過ごしている、何もない、ただ過ぎていくその日々を過ごしている、その時にそれを気づけたなら幸せだよねっていう、さっき言った一杯のご飯を一口一口食べる、それが幸せだなって思えるのって、これが最後って言われたら気づけるかもしれないんですけど、毎日毎日淡々とそれがずっと続いていくと気づけなくなることってやっぱりあるから、何もない、この本当にそれが幸せだったんだなって。で、最近ブログでもこう自分の思ったことを書いていこうと思って書き留めていってるんですけど、
うん、私はずっと歌手を目指して24年目今やってきてますけど、その最初の20年ぐらいはずっと何かを成し遂げなきゃって、何かを成し遂げて成功することこそが幸せなんだって思ってたんですよね。そのじゃあなんで成功したいのってなった時に、成功するそこに幸せがあると思うからだよね。そこに成功したその先に自分のなりたかったその自分があるわけで、それはが幸せだと思ってるからだよね。うん、そう。結局何かにならないと幸せになれないっていう固定観念があるんだよね。何かにならないといけない、自分は何かを得て何かにならないといけないっていうふうに思っているっていうことは、今の自分ではダメなんだっていう、同時にそういうことなんですよね。成功しなければいけないって思っているっていうことは、今の自分ではダメだっていう、だから自分をダメだと思う、何かを目指してなんかそれを成功しなきゃいけないって思ってる以上、自分は何かその足りない、今の自分ではダメだと思いながら生き続けるわけだから、そりゃ苦しいよね。そりゃ苦しい、そうだなと思ってね。そう、そこに行けば幸せなんだ、なれるんだと思ってるわけだから、そこに向かってるわけなんだよね。じゃあ目的は幸せになることじゃないかって、結局そうなりますよね。そっか、私はそれを成功したいのって幸せになれると思ってたからなんだなって。じゃあ目的はそれを成功することじゃなくて幸せであることだなっていう気づきがやっぱりありますよね。そう、幸せであることが目的だったんだっていうふうに気づけると、小林正観さんのその言葉にもある、ただ淡々と過ぎていく、何も起きてないその日々こそが幸せそのものなんだっていう、何も起きないって幸せなんだなっていうのって、私もね、数年前に病気になったりとかしてね、心の病気になったりして、やっぱりちょっとするとすぐまたそれが戻ってきそうになるところもあるからわかるんですよね。何もないって本当に幸せだなっていうことが気づかせてもらった、それによって。だからその病気になったことも今では良かったなって思える。あれがなかったら、あの病気になったそのことがなければ気づけないことがたくさんあったなって思うから、全てはものの捉え方一つで、あれがあったから今の自分があるなって、むしろそれは良かったことなんだなっていうふうに、捉え方一つで良かったことに変わるっていうね、ところ、そう思えることが今の幸せだなと思うし、良かったなって、ありがたいなって、全部ありがたいことだなっていうふうに思えるから、なおのことね、やっぱり何もない淡々と過ぎていくこの日々が幸せなんだなって改めて思う今日この頃でございます。はい、ということで、本当今この瞬間の幸せ、ね、朝起きられること、そして朝お水を飲めることね、そして電気をつけられることとかね、エアコンをつけられることとか、一つ一つ全てが、ありがたいことだな、幸せだなっていうふうに気づけると、感謝だなって思ったその気持ちがじゅわっと心の中がこう温かくなる、この感じこそが今幸せであることであり、今幸せを感じられているってことが本当の成功だなって、人生において結局目的はやっぱ幸せになりたいわけじゃないですか、みんな。けど、窓の外を見て、青空があって、気持ちがいいな、ありがたいなって思う、じんわりその幸せを感じられていること
が幸せが目的であれば、もう目的この時点で幸せってもう達成できてるんですよね。だからいつだって常にこう自分が幸せを感じていられれば、常に常にその時点でもう成功できている、人生において成功を常にできている状態、自分が幸せだなって感じられることが常に成功できている状態だなっていう風にね本当に思って、で幸せだなって思える気持ちがそのエネルギーを放っているわけだから、エネルギーってこう共鳴があるから、ね、自分が放った言葉がまた返ってくるように、自分が放った言葉、自分が発した言葉にまた出会うわけですよね。そういう世の中ですから、やっぱり幸せだなって思ってるその気持ちがまた幸せだなっていう、そういう共鳴として、また現実としてね、また幸せだなっていう風に巡り合いが起きてくるっていうところとね、そう思えると、あ、また素敵な出会いがきっとありそうだなとか、そういった前向きになっていけるなって本当に思ってね、最近はそういう気持ちでちょっとブログも書いたりしていたりして、ちょっと、自分の中で変革があったりしたものでね、 YouTube がの動画編集が少し今できてなかったりするんですけれどもね、はい、またブログの方も見てもらえたらなと思います。カフェライブの方もですね、今日あのギタリストさんとね、打ち合わせとかして、あ、こんな感じにできたらいいね、とにかく来てくださった方にゆったり心地いい、なんか天国のようなひとときを、はあ、いいなーって幸せを感じてもらえるような、そんな時間を過ごしてもらえるような、そういう時間にしたいっていう風にね話してました。ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。引き続きお申し込みまたお待ちしております。それではまた、あなたの心が今じんわり温かく幸せでありますように、そんな一心伝心お互いにしていけたらなと思います。今日もありがとうございます。じゃあねー、ありがとう。今日これ書いなんかふーっと書いてた、なんかペンでねふーって書いてたの、これあるんで、これを読もうと思ってて撮ったのに、それをすっかり忘れてました。せっかくなので読みますね。私のペースで言葉を紡ぎ、私のペースで歌にしていく。淡々と、ただ淡々と、ただここにある幸せを感じながら、ゆらりふわり言葉を紡ぐ。まだ見ぬ誰かにあふれる愛が届いたなら、それも自然に導かれるご縁なのでしょう、と書いておりました。はい、あなたにお会いできるのを楽しみにしております。それではまた。島香織アフタヌーンカフェライブのお知らせです。6月23日日曜日、砺波市食べたりーてさんにて、島香織アフタヌーンカフェライブです。午後2時半からオープン&ティータイムスタートになります。チケットはドリンクとケーキがついて5000円になっています。食べたりーてさんはJR 城花線油田駅から徒歩約13分、砺波市営バス砺波市役所前から徒歩5分、そして食べたりーてさんには駐車場もありますので、お車でお越しいただいても大丈夫です。ゆるりとまったり午後のひとときを、島香織の歌とともにコーヒー、紅茶、ケーキとお楽しみいただければと思います。チケットのお申し込み方法です。島香織オンラインストアから、またはメールにてお名前、枚数を明記して送ってください。折り返し、振込先をご案内いたします。そして、
カフェライブの会場であるタベタリーテさんでもチケットを購入できます。あなたのお申し込み、ご参加、心よりお待ちしております。お一人でもお友達とでもお気軽にいらしてください。この機会にぜひ生の島香織を見に来てください。リアルでお会いできることを楽しみにしております。詳しくは概要欄をご覧ください。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。ではまたねー。